名古屋弁講座始まりますよ。始まりますよ。はい、皆さん集まってくださいね。ここはい、皆さんこっちですよ。今日ね、はい、差し入れもらった。やったー。ちょっと見る、うん、見る。何か見る。何はい、ちょっと待ってね、うん、そう、手羽先が届いた。やったー、歯なくなっちゃうね。なかったけど。歯なくなっちゃう。なんでなくなっちゃう。手羽先食べると歯がなくなる。歯がもろいからね。そうだよ。そう、これさ、放送終わったらみんなで食べよう。やったー。スタッフと一緒に食べようぜ。一人一個ずつ。一個ずつね。寂しい。もっと食べたい。一人前じゃダメだよ。もっとください。手羽先はこちらへ。ここに送ってくださいね。お願いします。はい、お願いします。待ってますからね。手羽先じゃなくてもいいよね。うん。そう。今日は手羽先。今日は手羽先。そう。来週は何が届くかね。何かな。はい、楽しみにしておきましょう。はーい。はーい。はい、じゃあ今日も1個目いっちゃう、やっちゃう。やっちゃおう。はい、わかりました。はい。じゃあ行くよ。うん。公爵ばっか行ってかん。リピートワンワンワン。公爵ばっか行ってかん。行ってかん。わかった。はい。はい、わかりましたか。はい。校舎ばっかり垂れとるとタレタレになっちゃうからね。タレタレ。はい。タレタレです。タレタレ。はい。校舎タレになっちゃうからね。うん。そう。わかった。校舎。はい。何？偉い人のこと言う。伯爵の友達かもしれん。違う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 よ。誰の友達が公爵？あ、違う。わかんない。わかんないね。公爵は言い訳ばっかりしとってかんってことわかった？はぁ、あ。わかった。はい。わかりました。はい。ブーブー言ってかん。ブーブー。ブーで、いた。だって、豚だもん。ほんとだ。そうだった。みぞとんとんは豚だった。豚だからブーブー言うんだもん。ほんとだ。ブヒブヒ。ブーンじゃない。ブーンじゃない。わかりましたわ。はい。ワンって、ワンって鳴く、またワンって鳴く、そこでワンって言った。あ、ワンって言ってかん。はい。はい。わかりました。はい。はい。じゃあ次行ってみる。はい。はい。わかりました。ソースが、フライパンにこびりついとるってかん。なんでもいかんのやね。ワン。ソースがフライパンにこびりついとる。あら。焦げちゃったのかな。あの大変だわね。そう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 。ソースが フライパンにこびりついとる。こびりついとる。ガッチガチになっとるが。何作ったのかしら。カレーライス。フライパンで。あら。ソースは、何のソース？ん？何かのソース？ソースカツ丼のソースかな。僕の人見てる。ソースカツ丼はこちら送ってくださいね。はい、わかりました。ソースカツ丼でもいいしさ、カニでもいいよね。贅沢だね。そう、送ってくださいね。季節じゃないね。ソース、あ、ソースカツ丼カニ。あら、そうかもしれん。でも冷凍売ってるからね。うん。そう、冷凍でもいいよ。冷凍送ってください。ソースカツ丼かカニか。あ、もう一個思い出した。カニカマ。違うカニカマじゃない。越前そば。なんか食べたくなってきた。ちょっと行ってこない。行っちゃったよ。美味しかった。食べてきた。あ、遠かった今。マッハで帰ってきた。そうだよ。そばチュルチュルって食べてきた。チュルチュルって。チュルチュルって。チュルチュル。うまうま。はい。はい、わかりました。はい。何だったこれ。うん。こびりついてまったでかん。こびりついとる。くっついて、くっついて、ビチャーってくっついちゃった。ハンバーグ作ったかもしれん。かもしれんね。ハンバーグ。でもハンバーグ焼いた後のさ、あのさ、油がうまいだよ。ね。ソース作るんだ、あれで。うん。してる？してる、してる。よし、わかった。よし、じゃあハンバーグ作ってくるわ。お腹すいたな。手羽先食べればいいと思う。あ、ハンバーグは？あ、ハンバーグ。今、こねてる、こねこねって。こねこね？はい。誰がこねてるの？
誰もやってない。あれ肉腐っちゃうね、あれね。できないね。そう、困った。いつ食べれるかしら。来週の再来週、来週の再来週って何週間とかね。よくわかんない。わからんこなりや。あ、わからせん。じゃあ次行ってみる。はい。はい、わからせんで次行ってみる。あ、結構何だったの。くっついて取れんせんってやつ。あ、そうね。こびりついとるって。はい。わかった。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、じゃあ次行ってみる。はい。はい。これまるけ。はい。ちゃんと掃除しなあかんと思う。ね。そこ。掃除した。遅い今じゃない。ちゃんと掃除しといてください、教室は。はい。あ、教室といえばアハ体験してる、みんな。まだ変わってないね。今日まだ変わってない。うん、そう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 。もう毎回分かってるのかな、みんなね。ね、どっかが変わるんだよ。そう、後ろね。ね、後ろが変わる。そうそう、柏ワンワンワン、川ワンワンワン、川ワンワン、川ワンワン、川の流れのように。はい。はい、わかりました。はい。なんて。ん？なんて言った今。ん？ほこりまるけになっちゃった。そう、ほこりまるけ。ほこりまるけだが。ほこりまるけ。まるけって、なんか笑えるよね。まるけ。まるけ。なんかまるけポーロのなんとかじゃなかった。バタモンだと思う。バタモン。バッタモンって言ってかん。バッタがかわいそうだと思う。まだ。バッタがかわいそうなこと言ってかん。はい。はい、わかりました。なんだ、ほこりまるけんはまみれ。そう、ほこりまみれ。そう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 。そこへん、ほっこりだらけってこと。でもちゃんと部屋掃除してくださいね。してくださいね。はい、わかりました。はい。はい。ちゃんと掃除しないとほこりまるけんになっちゃうからね。ね、犬だから毛抜けるもんね。そう。なんか虫がいっぱい湧いちゃう。うわ、いやー。なんかいっぱいいる。丸いやつとかね。長いやつとかいっぱいいる。わぁ、いっぱい。クンクンしちゃう、これ。しちゃうよ。食べちゃうからね。掃除しましょうね。はい、わかりました、はい。みんなで掃除しましょう。はい。はい、わかりましたか。はい。はい。はい、じゃあ次行ってみる。はい。はい。あれ次何？気がずつにゃー。気がずつにゃー。なんかさ、これズスニャってさ、うん、食べ過ぎてズスニャも言わない。言うよね。なんかよくわかんないよね、ズスニャって。そうね。ズスニャ、ズスニャ、ズスニャでかん。結局何がどうなのって。ね、なんかズスニャだわーっていう。そう、ズスニャでかん。気がズスニャでかん。気がさ、なんか重い。そんな感じ。心苦しい。そんな感じ。あまり考えてかんと思う、そういう時は。なんかあまり良くない感じ。うん。あまり考えずにさ、次のことやっちゃおうぜ。うん。うん。それが一番だと思う。はい。うん。あまり考えないのが一番だよ。うん。でも食べ過ぎは注意だよね。うん。食べ過ぎて頭痛にゃは食べ過ぎ注意だよ。うん。腹八分目がいいっていうかね。手羽先もね。はあ、腹八分目。本当だ。それはできんと思う。腹いっぱいでいいか。そう、腹いっぱいでいいと思う。手羽先とビールは最高だと思うよ、みんな。でもちびっこ飲んでかん。ちびっこは手羽先とコーラがいい？コーラもどうかな？あ、じゃあウーロン茶。そうそう、ウーロン茶でもさ、ダメなんだって。そうなの？飲みすぎるとね、胃が荒れちゃうよ。そうなの？そう、ウーロン茶屋さんが言ってた。あら、あら。はい、水にする。うん、水が一番。うん、そうやね。うん、じゃあ水飲んでけや。水飲んで手羽先食べや。ずつなくなるまで食べてかん。うん、わかりました。はい。はい、じゃあ次行ってみる。はい、わかりました。コーヒーぶっちゃけた。リピートワンワンワン。コーヒーぶっちゃけた。ぶっちゃけちゃぶっちゃけちゃぶっちゃけちゃちゃちゃぶっちゃけちゃぶっちゃけちゃぶっちゃけちゃちゃちゃ。はい、踊っててかん。踊り始めた。踊っててかん。いかん。ぶっちゃけてかん、そこ。はい、真っ黒毛シミになっちゃう、それ。拭いて、早く拭いて。ちゃんと掃除していくことだね、こうやって。コーヒーこぼしちゃったんだよ。コーヒーこぼしちゃいかんと思う、こういうところに。チキってコーヒー、手羽先がコーヒーまるけなっちゃう。もっと黒くなっちゃったらどうする。美味しくない。美味しくない、コーヒー味の手羽先。コーヒー味の手羽先、美味しくない。砂糖かければいいと思う。
なんか美味しくない。美味しくない。そう、でも最近はやっぱり辛いのがいいよね。うん。どっちが好き？ん？二大政党のどっちが好き？どっちも好き。あれ二つあるよね。うん。Y さんと何さん？ん？ Y さんと何さん？ Y さんと何さん？山ちゃんと何？フライボー。あ、言っちゃったのね、これ。言ってたよ。あ、本当だ。言ってた。本当だ。でもさ、コーヒーこぼしてかんと思う、そこに。そこ。ここ。ほら、まだ足元ダメじゃん、コーヒー。ちゃんと拭かなきゃ。誰よ、こぼしたの。誰よ。スタッフー。スタッフのせいにします。はい、わかりました。さっきコーヒー飲んでたからね。うん、コップそこ置いといてかんと思う。あ、買っちゃうわ。ね。あら、スタッフじゃないの、うん、あっちのこっちのスタッフ違う、あっちのこっちのあっちのそっちこのどっちどっちどれっあ、どっちあっちこっちあ、どっちあ、こっちあっちあ、こっちどれだはい、わかりましたずつないって言ってかんまだ何も食べてません、手羽先もわかった、はい、よっしゃじゃあ次行ってみるはいジョリハキャーリピートワン、ツー、スリージョリハキャージョリジョリジョリジョンジョリのジョリねそうそうそう、ジョリに首ったけ違うなんか分かれへんくなってきたジョリ履いときゃジョリジョリジョリないねそう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 、うん、ジョリ履いときゃジョリジョリ、ジョリはねジョリジョリ、なんかゾリそれゾリ、ね、つっかけ、あ、つっかけっていうねあの、便所のスリッパのことなんていう。あ、なに？カランカラン言うやつもジョリあれ。ゲタ？ゲタ、ほんとだ。ゲタ、女らしいって、女らしいってってやつだったね。違う。そんなこと言っとってかん。昭和初期だからしょうがないね、ワンワンは。しょうがないね。はい、わかりました。ジョリはわかりやすいかもしれんね。うん、よっしゃ。じゃあね、次行ってみる？はい。はい。猫が、魚を、熱がっとる何のことかわかるワンわからん熱がっとる熱がっとるみそトントンも熱がっとるやんさっきから手羽先のことそう3つも4つも食べようと思ってなんてわかったのかしらわかってるよあらダメだと思うあら猫が魚熱がっとるのしようと思うよだれよだれ出してかん汚ちゃんと拭いといて残念でしたいない端っこに来ちゃったじゃんだからそういうことやるからダメだよ、はい、ごめんなさいわごめんなさいはい、わかりましたはい、熱がっとってかんはい熱がっとってかんわかりましたはい狙いすぎだと思うそれわかった猫が魚を狙ってるそう狙っとっていかんと思う味噌トントンが手羽先を狙ってる同意語同意語あ、分かれへん。およへん。およした。およよ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 。壊れちゃった。およよ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 よ。分かったよ。はい。分かった4の4は4でいい。ワン、ツー、スー、ヨン。ワン、ツー、スー、ヨン。アホー。その汚い言葉使っちゃいけません。はい。分かりました。はい。じゃあ次行ってみる？はい。はい。あ、安いテストだったね、今回ね。先生がさ、ちゃんと出さんからいかんと思う。はい。あやすいテストだったね。あやすい。あ。使ったことないよ。あやすい。うん。あやすい。あやすい。うん。あやすいテストだった。あやすい。うん。あやすいね。あやすい。ああ、やすいねじゃない。あやしいね。あやしくもない。ボケるのやめてそこで。オイラの役目だと思うそれ。わかった。あやすいじゃない。あやすい、すいじゃない。あやすいテスト。あやすい。すい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 すい。違う。誰も突っ込めせんでいかん。いつまでもやってる、これ。あ。あやすい、すいじゃない。あやしいテストだった。あやしいって危ない。何違う。あやすいテストだった。そう、あやしく、あ。何簡単なテストってこと。1たす1は遅い
1万5000円の 20% オフっていくら？頼もうかれぜん。ちゃんと答えてください。1万5000円の 20% オフは。あら、わからないんだって。じゃあ次行ってみる。はい。なんか味噌トントンが無線取る。なんでそこで声取るか言ってみて。あ、病気になっちゃった。じゃあ次行ってみるね、勝手にね。はい、行きます。じゃあね、エビガニ。エビガニ、エビガニ。エビガニって何って誰も聞いてくれねえかんわ。なんか風邪ひいてどこ行っちゃったかん。エビガニって、リピートワンワンワン。ザリガニ。ザリのこ、ザリガニ、ちゃんと喋って。ザリガニのことですからね。皆さん、ザリガニ釣りってやったことある？やる？やるじゃない？ある？田舎の子はね、なんか使ってね、ザリガニ釣りやってたんだよ。あれなんかの葉っぱ、葉っぱ？花だったような気がする。そう、ザリガニ釣ってね、ぴょんぴょん跳ねる、これピシピシピシって、あ、ピシ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 ってやつでね、やってたんだ。なんで戻ってきた？一人で喋ってるのに今。はい、わかりました。はい、じゃあ次行ってみる？これ最後だよ、今日。ああ、もうさ、次さ、もうこれこれ。ほら、後ろ変わっちゃったじゃん。ほら、味噌トントンがうんこしてる間に変わっちゃったじゃん。うんこしちゃったらしい。番組中にうんこしに行ってた。いかんと思う。おほほじゃない。もうさ、後ろのさ、アハ体験もさ、これ変わっちゃったさ、教室。これ最後になっちゃったしさ。ね、そこのさ、あれのそこで、あれ、こっち、あっちのそっちの、あっちのこっちでさ、あっちのこっちでもうさ、えもんかけにかけといたろうか。あ、うん。リピートワン、ツー、スリー。えもんかけ。えもんかけ。ええもんかけ。あ、ええもんかけ。ええもん書いてちょうだいねっていうこと。わかった、わかった、わかった？違うと思う。あら、ほんとだ。ええもん書いた？サンバーガード書いた？うん。サンバーガードーってあったね、なんかね。違う。ちょっと違うけどね。ちょっと違うけど、合っとると思う。およそ合ってるけどね。およそだいぶ合ってるね。うん、そう。なんだったらハンガーにかけときゃってことでしょ。そうそう。ハンガーに補充したのか、それ。うん。手羽先？手羽先かけたら、もっとしわくちゃになっちゃう。見取られちゃう。ほんとだ。カラス、なぜ泣くのって言っちゃうじゃん。はい、マクロクロスケン取られちゃう。ありました。はい。はい、また、ハンガーね。エモンかけはハンガーですからね。はい。皆さん、アハ体験もしてくださいね。もう一回最初から見てもいいよ。うん。うん、もう一回見てね。うん、もう一回見てもらって、うん。ね、どこが変わったか見といてくださいね。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、じゃあ今週はね、ここで終わりなんだけどね、うん、また来週もね、うん、名古屋弁やっちゃうよ。10個ね。じゃあ今から手羽先みんなで食べまーす。はーい、はーい。じゃあまた来週まで、うん、じゃあねー。ちゃっちゃっちゃっ